イサーイ。はいさーい。皆さん、今日は沖縄デイ3ということで、はい、今日はですね、沖縄何持っていくっていう8月9月10月と多分沖縄行く人たちみんないるなと思って、ママたちが今回スーツケースに何をパッキングしたかっていうのをちょっとまとめていこうかなと思います。で、今回ママたちは何泊何日ですか？5泊6日。はい、長めのバケーションになってるんですけど、ちょっとせっかくなのでWhat's in our suitcase ということで早速スーツケースを開いていきます。で、ちょっと皆さんのね、ぜひ参考になればなと思ったので、あいさん、スーツケースを持ってくるのだ。じゃあ持ってきます。まだは結構荷物が多いので、いつもどでかめのバッグに準備しております。じゃーん。スーツケースの中身を早速ちょっとみんなで見せていこうかなと思います、はい、ちょっとごちゃごちゃ盛りだくさんなんですけど、沖縄なのでマナはワンピース今回めっちゃ持ってきてて、ワンピースをじゃあちょっと何着持ってるか実際出してみます。はい、これ1着目で、これが水着の上とかに着れる、見て、アマプラスの1着目、これが2着目、今ので3着目、4着目です。4着目、お5着目、お5あるね。はい、これはちょっと綺麗なレストラン行く時に着ようかなと思うけど、今回ちょっと出番はなさそうでございます。これが実はね、これ上着もあって、こんな感じで羽織れるの。沖縄結構雨もすごくね、ちょこちょこ降ってるから、はい、なんかちょっと長袖で日焼けしたくないなっていうそうな感じがします。12345 6着でした。6着のちょっとまたいろんなインスタで載せていくと思います。はい、はい、そこから次がトップス1、これでね、ギター、アルマンドラインのこちらに、これもトップス、これちょっとね、たまに水着したいっていう沼切りもするんですけど、マージーのやつです。はい、これはコロナで多分今回着るだろうトップス。可愛くないこれ。はい、4着目、5着目、5着目、6着目、あ、もうでも結構もう半分以上も着たくないもん。着たかな。7着目、めっちゃ多いな。8、トップス8でした。トップス8、そしてオリオンビールもあるから。オリオンビールとオリオンビール。これさ、沖縄来るとき絶対持ってくるよ、オリオンビール。あ、ほんと。着るかは分からんけど買っちゃうんよ。買っちゃうよ絶対。最終日ぐらいにオリオンビール着ないといけないです。はい、ね、トップスに合わせるためにパンツを、はい、これフェリーでおそろした。うん、したね。おそろね。してたね。はい、万能アメリカンイーグルのデニム。見て、これ見て。こうなってんね、かけ違う。ああ、そういうことね。可愛くない？で、これも大好きなインティミシミの。葵も大好きでしょ、これ。ああ、それ大好き。海でもね、海上がりにさらっと着れるのが、大好き。肌触りがね、最高ですね。で、デニム、はい、これも、これできたから、4つ目。まだありました。これ、こういうのはいいね。こういうのはいい。うん、俺がね、入れた。入れてくれた。あ、好きやもんね。なので、デニムが、ちょうど5ぐらいだね。はい、そして忘れてはいけないのがトレーニングウェア。トレーニングウェアもね、ランニングとかね、したいときにちょっと今回こちらがルーレモンで、これがまあ大好きなヘルヤン。ほんで帽子があっちにもあるんだけど、多分もの4個5個ぐらい持ってきてます。キャップ。大事お帽子は。靴下、タオル、無駄にめっちゃ袋持ってくる。いや、大事大事。で、今回じゃじゃーん、セットアップね、できるセットアップが1着、あとは靴、はい、靴ナイキのエアポーズとサンダル、サンダルが多かったかな。ほんで、お仕事するようにちょっとパソコンとヘッドフォンとシャンプーは持ち運び、持ち運びね、ないとこも民宿行くね、予定やったかな。そうそうそう、民宿でないときはこのプラシーさんはじゃじゃん、こういう持ち運び用もあるんだけど、今回多分絶対足りないと思って思ってます。確かに、ありがとうございます。で、あとはアクセ袋、アクセと化粧水系、肌スキンケア系を持ってきてます。じゃじゃーん。日焼けしすぎた時の救世主を持ってきました。ガス大事。1個はただの傘、もう1つが日傘で、これめっちゃ使えるので保冷パック、万能保冷パック。冷たいものとか海に持っていく時に大丈夫なように持ってきたのと、レザーシートとかも皆さんお忘れないように。お待たせしました。今回一番ね場所を取ってたなんだ水着。はい、今回ねビラで着てた、これがビラボンの、これがビラボン1着目です。2着目、これはねサマリー以降の最近の新作です。はなちゃんありがとう。3着目、これね最近全然着てなくて、ちょっとコロナフェスっぽいなと思ってちょっと持ってきたやつです。はい、いいですねこれね、和装ね。そう、ブランド忘れちゃった。はい、4着目、じゃじゃーん。これもビラボン。ね、ワンピースとツーピースは絶対持ってくるべきなんで、これワンピースタイプ4着目でした。じゃじゃん、かわいいアクレントの、これで5着目です。白は何でも使えるから結構いいんだよね。カルバンクライン、はい、こんな感じです。これもねワンピース、これはザマミの方のビーチで着させていただきました。そしてじゃじゃん、こちらが最後の水着です。今ね、もう何着？ 1、2、3、4、5 着でした。7着ですね。思ったより少なくて。サングラスと化粧。今回シュノーケルとかダイビングはツアーを買ったので、ツアーでなんか全部用意してくれるから特にっていう感じで、物はこんな感じでした。次は葵さん、レッツゴー。俺も？とで次は葵さん、どーん。そうだ、俺結構少ない方なんじゃないかな。トップスからいこうかな。トップスというか上で着るやつからいこうか。はい、これがノースリーブ、万能ノースリーブのブルーライブです。それいいよね。でもこれね臭くならへんのよ。着てもそれがいいね。あとはシャツ、半袖シャツ、これはフェスっぽいね。フェスっぽい。今回コロナで着るのではないでしょうか。普段着るシャツとフェス用と2つでございます。これはバンクス？バンクスのアロハです。これ可愛いね。可愛いそれ。もう一個バンクス。だから国際通りとかね、ちょっとシティっぽいとこ行きたいなと思ってです。はい。これはセットアップ。青いってさ短いズボンに合うよね。うん。ボードショーツ好きなんでね。万能ボードショーツ。これやばいよ今回。モナも羽織りたい。これギャルネットしたやつです。はい。はい。シャツこれが以上かな。そんなもんですか？シャツ6個。でズボンが1、はい。1、2、3。あ、じゃあこっちスリーブもあるね。どこのですか？これはサンズバイリルーム。リルームのやつかな。はい。あとはこれはオールバーズのショーツ。トレーニングもね。使えるかな。はい、どんどん行きましょう。バスタオル、あと T シャツ、あとなんかバンダナ。あ、持ってきたのね。それいいじゃん。バンダナ持ってきました。フェスはバンダナいるっしょっていうことで。サウナハーツ。イエーイ。あとこれサウナハーツにもなるし、バキャ、バレンシアのバキャです。はい。これ万能。あとはエコバッグ。サンダル好きです。サンダルそんな入ってないんだけど。で、あ、じゃあ次こっち白のサンダルです。モナとソロです。これどこのだっけ？ミュレボーイ、なんかね韓国のこれあれやんな。あとは帽子。はい。これ何それ？日焼けです。ああ。日焼けの後にね。アロエ。これは絶対大事よ皆さん、持っていった方がいい。はい、これねめっちゃ聞かれるからもう一回説明しといたら。ロレッタ。ねジェルで水性なんで濡れてもそのまま流しやすいし、でもハード力もめちゃめちゃ大きいです。葵が一番使ってるやつです。あとはこれ絶対必要や。何それ見せて。釣り竿いらないでしょ。いるでしょ。なんで釣り竿持ってきてるの。釣り竿はいるでしょ。高くない糸もねしてすぐにつけてこうやってやったら、はい、潜ってみんなもいいけど釣ったりするのも大事。なるほどね。クレンジング、洗顔、化粧水、乳液、Fオーガニックス。これは絶対葵がいつでも持ち歩いてます。釣り系ね。こういうとこよ、葵さんの。あとガーゼとか怪我とかしたりね。はい、完璧だね。ということで、はい、スーパーセットある程度紹介できたんじゃないでしょうか。はい、以上です。ということで、はい、荷物の紹介終了。いい感じに荷物が多い私たちですね。でもね、いろいろやっぱなんだかんだ使うよね。T シャツは俺あんまいらんかったかなって、シャツが多いからよかったかということで、今からコロナフェスの準備でーす。皆さん見てくれてありがとうございました。準備しましょうか。ありがとうございます。それではバイバーイ、行ってきまーす。バイバーイ。